はい、どうもなぎです。今日はちょっとサーモンの世界にやってきたんですけども、ちょっとね、完全に忘れてたことがありまして、生放送で24時間サーモンランをやり続けたら、金のいくらは一体どれくらい貯まるのかっていう、企画をね、生放送でやったんですけど、その結果を、みんなには動画にしていようと思ったんですけど、完全に忘れてまして、今ちょっと結果発表したいと思います。金のいくら24時間やり続けた結果、5052個。はい、5052個ですね。はい、今ちょっと確認しました。数がちょっと、なんか似たような数で、5と5がいっぱいあって、なんかわかんなくなっちゃうんですけど、5052個を集めたみたいです。過去の俺が。なんかもう記憶に新しくはない。古い。とても古い記憶だと思ってて。24時間ゲームするのなかなかね、大変でした。まあでも夏休みの期間だから、まあ、見てくれて応援してくれた方もいるし、まあ、俺も頑張れたんじゃないかなって思います。ということで今回は、ドンブラコのステージで、まあサーモンランしていきたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、今チェックしました。ステージはドンブラコです。なんか久しぶりだと思います。だいたいポラリスとか、そうですね、リフトがあるとこ、なんだっけ、あ、ここもリフトあるわ。ここじゃなくて対岸があるところ。名前忘れした。トキシラズだっけな。違うな。わかんなくなっちゃいました。わかんなくなっちゃったけど、このステージやるのは久しぶりなんじゃないかなって思いますか。ダイナモあるんだ、今。気持ちいいぞ、みんな、ダイナモ。ダイナモなぁ。いくらの時は、52個、5052個集めてた時は、一つがハテナ武器で、多分一回だけダイナモ引いたことあるんですけど、これ使いたかったですね。この弾いて、上飛んでくるからこれを倒したい。あー倒せない。頑張れみんな、ナイス。いけるか、無理かー。縦振りの方が良かったかな。難しいんですけど、コロコロだけが異常に強く、なんかダメージめっちゃ多くね。コロコロできるような敵が来ませんね。残念。わー、これ無理に振っちゃうとやられちゃうから、一回戻って。うわー。はい、ボム、食わしといて、ああいうのに、俺はちょっとコロコロで挑んでいきます。ほら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 、これがやりたかったんですよ。これ気持ちいいけど、上のはちょっと振るのが遅くて倒せない。保射系もちょっとめんどくさいですよね。ああ、危ねえ。インクがすぐなくなるので気をつけないとっていう。ちょっと危ないぞ。ノルマ16か。まあ、5052個集めた俺からしたら、このノルマ16個なんで、序の口を。これいける？引いた！落ちてくるとこにね。あらかじめね、待ってれば引けるんですよ。よっと。右側入れて。おーおーおー、こういうの振っちゃダメなんですよ。ダイナモ使ってるとき。あー肩パッドか、俺多分味方にくっついてた、マルチミサイルが俺に当たっちゃったって感じですね。大丈夫かな？大丈夫だ。怖いなぁ、これは。さあ、引いていこう。いや、気持ちいいな。いや、気持ちいいな、これ。小邪気をローラーで引くのってなんか、普通のローラーでもできるけど、でっかい、あれドスコイって言うんですけど、ドスコイ鮭を引くのをローラーでできるのはなんか爽快感があるわ。すげえ爽快感がある。なんか俺すごいね、めっちゃ元気になったと思う。最近元気なんですよ。多分ワクチン打ってから多分コロナの心配が少しでもなくなったから、多分俺は元気なんじゃないかな。よし、これ俺運びたいんだけど、味方も多分乗りたいと思うから、俺エレベーターでちょっと出待ちしようかな。あ、待って、これだけ倒してあげよう。これだけ倒してあげよう。あー、落ちちゃった。あー、味方行っちゃった。待ってたのに。俺待ってたのに。ありがとう。もう俺も行くわ。あー、同情してる先が。うわー。あー、ねえ、3つ持たかないで。鮭もさ、鮭持ってるか、俺これ生放送の時も思ったんだけどさ、一人でさ、3個持てればいいのにね、イカちゃんも。って思うんですけど、どうでしょうか。スプラ3ではサムラあるかわからないけど、3個実装されないかな。金のいくらもっと運びたいよね。1回でね、50個ぐらい運べたの、頑張った時は。でも頑張れてない時は、やっぱさ、1人10個とかな。金いくら集めるのちょっと上手くなかったんですよ。今はちょっと実装してないけど、俺は。だからもう敵を倒さず金いくらだけ集めに行きましょう。この時は。すごい。
24時間つらかったな、不死身だったな。ずっと座りっぱってのがきつかったですね。危なーい。ちょっと俺が止めちゃったから今、こっちで倒すのあるかな。これ倒してあげよう。あげよう、OK。もう倒してあげよう。大物鮭をね、いっぱい倒せれば、金のいくらやっぱ出てくるので。あと、ウェブ1か。ああ、あっけないな。簡単だな。鮭は。ん？ちなみに今日俺鮭食べました。あの、すき家の朝ごはんを食べに行きました。最近朝ごはんもちゃんと食べるようにした。だから元気なのかな？朝ごはん食べるとき、なんか違うって言うじゃん。言うんすよ。知らない人は覚えてる。朝ごはんめっちゃいいらしいっすよ。なんか打ち返せなかったゲームの才能がない。左入れてくれたんで右入れます。オッケー。よし。で、蛇の背中を、お尻をね、操縦士を倒して。あ、ちゃんとおしゃげが乗ってるんですよ。ちょっとね、奥側で倒しすぎるとね、たまらないので金の、金のイクラが飛んできた！なんか、いいね、今の。ハイプレ打ちたいけど、いつまで打つような状況じゃないんだよな。あいつ、あ、ここだな。奥の、やつを倒したい。オッケーオッケー、ハイプレを倒したいけど、いいや。多分、二人ほど倒したっしょ。あのね、雨降らしがね、やっぱやっててね、一番めんどくさい。カタパットもめんどくさいなと思ったんだけど、雨降らしもまあめんどくさいな、みたいな。あれは俺がやった方がいいかな。任せて。あ、左壊れてない。いや、また来たのか。オッケーオッケーオッケー。ハイプレだけは倒したぜ。ハイプレでね。あー、目の前にいる、危ない。あー、味方のアズドリが死んでる、アズドリ。アズドリ、はい。アズドリ、これ倒したい。あ、なんできつい。危ない、逃げるな。俺を吠えて逃げるな。俺を吠えて逃げろ。味方死んでるじゃん。ほら。ほら、危ないよ。危ないよ。あ、楽しい。鮭は、簡単で楽しい。いいね。今日鮭食べたしね。どうしよう、もう一回やろうかな。なんか、マジで朝ごはん食べてるから元気なのかなって思うぐらい。元気。ありがとうございました。何パーコンなんだろう、今回は。平均って感じ。あ、でも14だって。はい、間違いしました。どんぶらこです。よろしくお願いします。ということで、さっきはね、普通に、まあ普通にいつも通りのサーモンランって感じで、動いてたんですけど、5052個、金のいくら集めてた時は、もうほとんど、あー、危ない、落ちるとこだった。今ちょっと怖かった。そう、ほとんど、もうあれだね、敵のことは無視して、もう手前に来た金のいくらだけ運ぶってことやってました。とりあえず最初この人倒していきます。ありがとう、味方が入れてくれた。でもこれ取っちゃって、道作って、もうすぐ行きましょう。もう頑張っても一人一個しか運べないので、倒してる時間がもったいないなと思って、いっぱい金のいくら集めなきゃなって思って、あんまり倒さずって感じでしたね。ナイス、ありがとう。これみんなで撃ってくれるの助かるな。ね、一人で倒すの大変だし、傘ってね、弱いですからね、ダメージが。ん、あの、来るのはでも全部待ちたいです。この、こいつはもういいや。こいつはもういい。もう来るの待ってよっか。来るの待ってるだけでいいや。もう極力、もぐら下折っちゃったな。極力ここにあるのを。あ、味方、どうも。次に運んで。開けて。あぶねえ上に飛んだけど、うわぁちょっと待って。ちょっと待って、おかしい。いや、おかしい。いや、なぜ生きてたって言えるとこだったのに。なぜかさらにヘビにやられ。なぜかさらにヘビに落とされ。血がモグラに食べられた。何かがおかしい。ここ呼びたいですね。あ、味方がもう倒してくれたので、もう逃げてくれ。ナイスでボムを置いといて、自分のね、行きたい方向にね、ボムを置いとくのがすげえ大事なの。そうすると足場が乗れるし、そこにいる敵も、小ジャケとかさ、めんどくさいじゃん。倒してくれるっていう感じですね。いやー、取られちゃった。くそ、まあ、いや。これ味方との戦いでもあったな、そういえば。味方ともね、どっちが多く稼げるか競ってました。はい、OK、36個。まあ、今回普通にやってもめちゃくちゃゲットできそうです。相性あるからな。
仲間の人と連動とか、まああんま気にしたことないんですけど、楽しむ方が好きなんで、ゲームを。おいしょ、なんかダイナモ使ってると俺が重い武器持ってるみたいになっちゃう。なんか俺実際には持ってるわけじゃないのに、すげえ重い感じで喋っちゃう、ダイナモ使ってると。わかります？わかりますよね。でも全然撃たないんだけど。うおお上に上がってきたぞよ。エレベーターで上に上がってきたぞ、あいつ自身が。あー、いけなかったか。これは触れるか、撃った。いっか、味方死んでるけど無視ですな。味方がどうせ起こしてくれる。ダイナモで行くのも必要。うん、行きたいからこうボムを置いとくんですよ。シュパが取れるけど、ダイナモ基地、ダイナモ、あー、鉄板に入れちゃった。ダイナモはちょっと機動力が、機動力がないの。うおー、これハイプル打ちてー、こう重なってるの見たらハイプル打ちたいですね。痛い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 、いけないいけない。これなんかめっちゃ味方カモンしてる子多分ハイプレ打てると思うんですよ。ハイプレ持ってる人、あ、なんかもう邪魔で起こせなかった。これ入れちゃいますね、もう無視して入れちゃいます。これ一人で入れる。これめっちゃ入ってるよ、めっちゃ入ってますよ。これよいしょ、俺が取ったで倒してもらって攻撃しといて撃っといて、これも運びます。ああ、ここにいっぱいあったのか、羨ましいの。引く、引けか。 OK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  で一回どこボム置いといて、ほら倒しながら運べると。オッケー、32個、畳32個ですね。これ結構味方も入れてくれてるな、すごい楽だ。さっきの14区よりかは多く運べてるんじゃないかなとは思いますね。スペシャル溜まってるな、2個俺。どうしよう、どこで使おうかな。どこ使ってもいいんだよな、もうこのスペシャルは。なんか敵多く感じたら使うみたいな、好きなタイミングで打ち返して、打ち返しておいて、あのドスコイとか倒しておきましょう。邪魔になるんで後々ね。まあです、まあ運ぶか。お、いいねいいねいいね、並走してる並走してる。いいの来たよ、いいの来たよ、いいの来た。これ倒して、ここで入れちゃいます。おい、あ、ここにもう俺入れに行くから、ハイプレーとか無視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 、入れに行くことだけ。入れに行くことだけを考える。これが5052への道。これ入れちゃいます、これも。入ったね。次の持って、これも俺が入れて、入れて、もう味方より多くね、稼ぎたいですね。ちょっと後ろ向けてあげるか。お願いします。よし。これボム入れます。オッケーオッケーオッケー。みんなハイプル打ってる間に、入れて。おー、いっぱい来たな。こういう時に、ボムラかな。あ、ボムラ行きます。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。ボムラしつつ入れ。もうボムラより入れる優先で行きましょう。え、めっちゃ入ってるよ。サイプレもまた打ってくれた。あー、また食われる。こっちで多分出てくるから、こういったら入れちゃいましょう。いや、3人いるから、仲間も、仲間にも負けたくない。俺の、俺どっちだ今、最後どっち取ったんだ、どっち取ったの、どっち取ったの最後俺。わかんない。あー、オリカ来た、なんか。あ、オリカ来ました。金のイクラさ、多分今のでね、30。俺30来たかな ?26 ぐらいかな ?26 ぐらい。いや、でも全員で106か。まあでも30行くか行かないかぐらいだろう。嘘でした。ごめんなさい、43個入れてました、僕。これがあの、5052個への道です。ありがとうございました。